どうもこんにちは、みそです。今回もシャドーバースの方やっていきたいと思います。はい、今回なんですけども、ローテーションのドラゴン、最近増えているアルティメットバハムートドラゴンですね。はい、アルバハが登場したからね、もうコントロール軸には大体こいつが入っているんですけども、試合中の消費 PP を50達成してデッキからアルティメットバハムートを直接召喚し、直接召喚時の能力で相手のデッキを5枚まで削って戦うデッキですね。一応これのカウンターでウーラノスがその後のカードバックで登場したんですけども、それでも未だにいるアルティメットバハムートということで、はい、今回はですね、あの8国フォロワーをちょっと入れておりまして、まあ、ドラゼールはまあ強いじゃないですか、もともとね、能力的にも。で、PP を加速する、最大値をプラスするということで東海の襲撃者も入れております。なぜかというとアズボルトで、8国フォロワーをランダムに持ってくるので、まあ、アズボルト自体にアミュレットを持ってくることもあるんですけど、まあ2ターン目アズボルトもしくはタクセンからのっていう動きができると強いので、はい、であとはまああの PP 回復ができるし、オリビアのシルビアだったり、コントロール軸として強いジャイアントハッピーピックで、あとは、アルティメットバハムートをデッキから持ってきてくれる終焉の地と、元のコスト9以上のフォロワーがいたら相手の盤面破壊してくれるので強いですね。それくらいかな。うん、コントロール軸ということでギルネリーゼも入っていて、相手の手札を絞ったりすることもできて、お互いがアルティメットバハムートドラゴンの時グランスエンジェルで、はい、お前のアルバハで召喚ダメっていうこともできるということで、結構バランスが取れたデッキです。やっていきたいと思います。リプレイです。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイです。お相手さんはネクロマンサーですね。バンカの法は海越え山越え屍越えって、はい、高校引いているのでスーロンは探していきたい。で、天使の恩寵もいいですね。ウーラの巣はいらないので返しましょう。さあ、お相手さんの1ターン目中堅のゴースト、これじゃまだわからんな。はい、ここでドラゼール引けたんですけども、アクセラレート1でカード1枚引くことができますが、一応使わないでおきました。まあ、PP を使わないとダメなので、使った方がいいかもしれないんですけど、7コストで使った方が断然強いんですよね。はい、カオスティックドゥーム、好天の雷神、ラストワード軸ですね。はい、ここはアズボルト、ドラゼールを1枚引いているので東海の襲撃者が来てくれる。いや、まあドラゼールが確定で来るわけでは違う、東海の襲撃者が確定で来るわけではないんですけども、ドラゼール1枚引いていることによってデッキの8国カードが少し傾いてるってことで、襲撃者が来てくれてよかった。これでアズボルトやったら発狂してた。アズボルト、はい、直前のターンにね、8億カードをプレイしていたので突進を持ちつつ PP 最大値をプラス。踏んで荒らして取り放題、もう帰るよ、これっぽっち。おじさん、不義無二2枚目カオスティックドゥーム、うん、ここで僕の顔にダメージを与えてくるのは運がいい。はい、ここですね。5PP でスーロン使ってもいいんですけど、アズボルトでまた東海の襲撃者持ってこれたら強いよねってことで、まあ、持ってこれなかったとしても、スーロン進化で PP 最大値プラスはできるのでいいかなと。アズボルト、ここで持ってきたのが東海の襲撃者、神進化権は温存します。もう帰るよ、ちょっと体力が怖いですけどね。定めるユーコン、明快の一緒にやお相手さんはケルベロス、これっぽっち。はい、耳でラストワード、僕に2ダメージ、全部たわみで不銀無人を進化して、あんたのことは気を失しました。はい、僕の体力残り8ですが、ここで強いのがドラズエル、7コスト。お前の肉をね、咀嚼するよ、もう帰るよ、この地に浄化を、自分をはまれる恐怖。はい、ラストワード軸には進化権回復のオリビア&シルビアはほとんど入っていないので、進化権に差があるんだったらいいかということで使いました。許さない、
はい、お相手さん深淵の大佐、なんとラストワード10枚破壊可能、破壊しておるということで、こっから怖いんですけども、こいつが強いんですよね。はい、能力によって破壊されない。こいつは、ラストワードでランダムな相手のホラー1体破壊するんですけども、その能力で破壊されないのでドラズエルは強い。深淵の大佐2枚目からのイーステンデッド。はい、普通に強いんですけども、ラストワードで破壊されないので動きは止めることができる。つつもしまい、命がそこに余っている。はい、これでもまだ突破はできない。やばい、ね、はい、体力5ですが、ここでもまだ死にません。ギリギリ耐えることができます。ギルネリーゼが引けているので、進化を使って回復しつつ、こいつも取ろうって感じですね。戦士の恩情で先に取ろう。貪欲、私を求めて書き込む。もっと敬うべきですか。ちなみに今の天使の恩情ドローはプレミです。一口もない。あの、先にギルネリーゼ出してからでも全然良かったんですよね。俺はどうして。はい、フィルレイン使おうと思いましたが、ここは回復で、少しも体力を上の方に上げつつ、盤面にフォロワー残しておくと4コストの、えぐいスペルカードがネクロにはあるので、ここはスーロンのファンファーレで手に入る波頭の暴圧。僕は死なない。はい、これで、盤面は綺麗にしました。こっちだぞ。最後の、はい、ワイズさんチクチク削って中堅のゴースト。はい、終焉の地が引きました。忘れておりますからね、僕も忘れてたんですけどね、プレイしている時、ここのデッキはアルティメットバハムートを直接召喚するデッキです。ただいま消費した PP が29ですね。終焉の地を絡めればもしかしたらいけたかもしれないんですけど、僕いけませんでした。アルティメットバハムート、アクセラレートで 5PP 使って4回復でドラズエル。これで体力をマックスまで持っていきつつスーロンを進化。眠れる竜は起こすなと言った。このスーロンは、さっきのターンで波頭の暴圧を使っていたので EP を消費せずに進化できました。許さない。さあ、3枚目の深淵の大佐イステンデッド。はい、ただ進化権はない、破壊もされない。はい、こっちは除去する手札も簡単ということで私の勝ちです。アルバハ召喚しなくても勝てるんですよね。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。